この賞は目標としていますので、このどういったことを本当に嬉しく思います。昨年の会見では一昨年より多く勝つことを最低限の目標と話しましたが、昨年 JR 22勝含めまして389勝、昨シーズンの2位の京都の田中直樹に140勝差をつけました。文句なしの最優秀勝利回数を獲得した4年連続、まずこのこの勝ちプランの内容も含めていかがだったでしょうか。振り返って、そうですね、去年はこれだけ勝たせてもらってますけど、ちょっと重賞の方で、なかなか勝ち蔵が少なかったなとは思ってるんで、すごく感謝はしてるんですけど、そういう自分のミスが、ちょっと心残りではあります。中途長期も2位、今度期のおよそ2倍の総付けはする10億9344万2000円を獲得しております。最優秀賞金獲得、4年続のこれも獲得でございます。どんな評価だったでしょうか、この辺は。そうですね、重賞の面で先ほども言ったんですけど、勝っていればもうちょっと違ったと思うんで、本当にただいい間に乗せてもらってたくさん勝たせてもらってるんで、本当感謝してます。3月14日に船橋で通算2000勝を達成、98年のデビュー以来15年1万3823戦目の到達でした。振り返っていかがですか。本当もう15年経つんだなっていう気持ちもありますし、ある中で、15年、いい部分も悪い部分も成長もあり、まだまだなところもあると思うんで、また、頑張っていきたいなと思います。ちらっと先ほど出ましたが、重賞の内容、アスカリーグのユングフラウションなど8勝なんですが、重賞の中で印象に残ったレースはありますか。今年は勝ったレースというよりも、最後の東京大書店でフリー予想を最後に乗せてもらったレースがすごく心に残っております。はい、その不要素なんですが、引退式ではそのかなりこの感激なさってたようでしたが、今、不要素というのは、戸崎氏にとってはどんなもの。もう今がいたからこそ、この自分がいるなというのは本当に、あります。に本当に成長させてもらったなというのがすごくあります。ご自身の棋聖のところで振り返りますと、デビューの年4勝から始めましたね。はい、デビュー4勝、翌年12、次が25、39、53ときまして、7年目2005年に74勝しまして、全国的に62、初のベスト100入り、この年80勝制8号での初ベストのこの年でございました。2005年のブレイクまで、このぐらいの直近の数字を今振り返りますと、やや時間がかかったように思いますが、その時間、田崎氏にとってはどうなんですか。本当にデビューしてから、必死にがむしゃらで、乗り続けて、重賞を本当7年目で、やっと勝たせてもらって、本当、で毎年毎年一つでも多く、勝ちたいというのを挙げながら、本当そういう感じで毎年いられたので、それは良かったなと思います。トップになってからも南関東4条でトップを取り続けるというのは大変な努力が必要だったと推察しますが、何が一番大変だったか。もう、本当に、一つのレースを大事に、乗っていく、大変だったということではないんですけど、そういうところをが、大事っていうか、すごく思います。ね、はい、わかりました。まず今日のグランプリの受賞のお話
私が来た新しいことを拝見したいと思いますので、はい、それでは待って、最優秀長期開催秘書、最優秀長期取得秘書の任務で、受賞されました井崎啓太秘書でした。どうもありがとうございました。